赤竹シティ。赤竹シティ。懐かしすぎませんか？おう、ビッケさん。皆様ご無事で。そうだな。ただやることが山積みだけどな。ウルトラホールに消えた代表とグズマ。動かなくなったコスモック。あんな人でも親だ。ビーストの世界に放っておいていいわけない。あ、一応ちゃんとそういうのは考えとんやね。アローラで崇拝されていたという伝説のポケモンでもいれば、未知の世界にも行けるだろうが。いるよ。だってビーストもいるんだし。だから会えるよ、伝説ポケモンだって。そうだね。アイナさんもハウさんも、ありがとうございます。ディーリエ様も皆様もお休みになられたら、職員の住居スペースにベッドを用意しましたので。ビッケさんはいい人やね。ああ、頼む。俺もクタクタ。私はここで、小さな頃一緒に寝ていた母様のベッドですが、それも今夜で最後です。まあ、別に二人ともお母さんが嫌いなわけではないっていうことかな。嫌な思いをしたというだけで。翌日。あれ？リリエは？アイナさん、リリエ様がお屋敷の外でお待ちです。あ、外なの？もうすでに。アイナさん、了解。お屋敷の外で。リリエ、思い出に浸っているのかい？お、髪型が変わっている。何、一瞬誰って思ったよ。ん、なんか服装もなんか活発な感じになったね。なんかおしとやかな感じから。マリエで買ったままの服似合いますか？あ、買ってきたんや。うん、似合うよ、似合うよ。アイナさんたら、ありがとうございます。星雲ちゃんのことも、母様のことも、私にはやらねばならないことばかりです。私、アイナさんのように、どんな試練にも立ち向かえるようになりたいんです。ですから私、気合い入れてみました。はい、全力の姿です。なるほど。Z パワー。いいね、ちゃんと見て覚えたんかな。ここにいたか。コレクションルームで見つけた。太陽の笛だ。アローラに古くから伝わるものと聞いた。太陽の下で吹くものらしい。太陽の笛、月の笛、二本揃え音色を捧げ、伝説のポケモンを呼び出す。太陽の下で、この世界月しか出てない気がするんやけど。そんな話があるらしいな。伝説のポケモンすら自分のコレクションに加えるつもりだったのかもな。お前にはこっちだ。アイナはマスターボールを手に入れた。お、ありがとう。どんなポケモンでも必ず捕まえる。マスターボールだ。リーレンのサポートを頼むんだ。それぐらいくれてやるさ。兄様は何をなさるんですか？後始末、エーテルパラダイスのな。相棒のヌルと遠くへ。そう願っていたが、結局ここに留まるのか。あゆなー。あ、来た来た。わー、リリエ？リリエなの？はい、私も全力を出すのです。すごいなー。どうした？俺ね、鍛えるの、もっともっとだよ。アユナや、ポケモンに助けてもらったばかりでしょ？やっぱり自分でポケモンを助けられないとね。島キングになれないし、みんなを笑顔にできないよね。それに、アセロラの試練とか、全然ほったらかしだし。あれ、そうなん。家族の話に巻き込んで悪かったな。まあ、壮大な家族の話よね。そうだよ。でもすごかった。スペクタクルってやつ？鍛えればあんな不思議なこと、また体験できるかもだし。
スケールがでかくてな、俺らの母親は。ハウさん、来てくれて嬉しかったです。次の島、ポニ島に案内する。船着き場で待っているぞ。では、皆さん、全力で行きましょう。あの兄弟は二人とも全然違うよね、タイプが。みんな船着き場で待ってるろ。一緒に行こうろと。ゴーゴー。行ってらっしゃいだね。今度会う時までに自分とポケモン鍛えて、アリネを驚かせるからね。あ、なるほど。アスララの試練を受けに行かんといかんのやね、ハウは。頑張ってくれ。行ってらっしゃいってお前も行かんのかいって一瞬思ったけど。そういうことか。なんかもう普通にみんな、命とは、カモネギの食べる長ネギを外国に届けているんだって。君にも一本分けてあげる。アユナは長ネギを手に入れた。長ネギ？外国ではカモネギの数が減っているのは、彼らの食べる長ネギが少ないからなんだ。へぇー。何その情報。てか急にみんな普通になったな。ね、ボスがいなくなった途端に。お、なんか、優しいトレーナーがポケモンを捕まえて育てるのも保護になるんだって。代表っていい人。島巡りのトレーナーを招いてくれるのよ。さっきまで誰も入れんかったはずやのに。ね、急になんか、みんなおるけど。僕たちも見学しているのさ。赤竹シティのサファリゾーンとは目的がまるっきり逆だね。赤竹シティ？赤竹シティ？懐かしすぎませんか？アローラ。お、こっち側にも人が。ようこそエーテルパラダイスへ。ポケモン宝庫は上のフロアです。なるほど、一般にもちゃんと開放するようになったんやね。さあ、それじゃあ船着き場へ。代表もおらんくなっていろいろと問題も終わったけん。一般に開放したわけね。お、なんか工事現場の人みたいな。連絡船の他にも貨物船でいろいろ運ぶのさ。お？エーテルパラダイスはですね、メガフロートと呼ばれる大きなブロックの塊でして。まあ、言うなればアローラな。はん？波間に浮かぶ新しい島です。それって人工的な島ってことかな？人工的とはまた違うんかな？お、二人ともいた。それでは皆さん、張り切って参りましょう。ゴーゴー。行くのか？行きます。あ、わかった。それでは皆さん、張り切って参りましょう。あっこか、新しい島。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。